はい、モデルおしゃれオーディションを続きからやっていきたいと思います。そうだ、前回のね、CM のためにてかオーディションのためか、 CM じゃないか、これにしたんだよね。なのでちょっと今回もまずはちょっとオーディション用のね、春夏ランウェイモデルのオーディション、ミニのワンピでスイートなコーデがポイント。ミニのワンピ、ミニのワンピ、なんか結構持ってた気がするんだよな、ミニのワンピは。ただスイートでしょ、スイートか。ちょっとやってみましょう、とりあえずやってみましょう、スイートで、ミニのワンピでしょ。ないないです。ちょっとでまず買いに行きますね。ちょっといろいろ出てますけど、ちょっとごめんなさいね、ファッションショップ優先で。久々だな、買い物するの。スイートでミニのワンピね。ミニのワンピ、うわーちょっと待ってミニのワンピって結構さ、こう好み分かりません。とりあえずこれカゴに入れますね。黒色ブナ、こういうのもありかもね。これありあり。あ、でも春夏って言ってたよね。春夏だとどう？もう別にそれはない方がいい。いや、これはちょっと、この3個でいっか、とりあえずね。はい。あ、待って。ダメ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 。スイートなアイテムをもっと買っとかないと、ワンピース以外ね。こう、靴とか。スイートな靴。いっぱいありますね。これはちょっと違いますよね。あ、これ、違うな、ごめん。なんか思ってたのと違った、ほら。ちょっと違うよね。あ、これかわいい。これカゴに入れる。これと、これはちょっと春や夏には向かないですね。じゃあ、無難ってことで、ちょっとこれもカゴに入れとこう。アクセサリーはたくさんあった方がいいよね。やっぱ私結局なんかね、地味めな色を買っちゃいますよね。許して。やっぱね、派手なのもいいなと思うんだよ。いいなと思うんだけど、やっぱ地味女なんだよね。これは買おう。ぐらいですかね。なんか羽織るもの、アウターあった方がいいですかね。でも、これとか絶対着れないでしょ。いや、着れるのかな。ちょっとおかしくなったと思われそうですよね。てか安くない？びっくりした。なんだろう。ガルモ基準でいるからかな。すごい安く感じた。一回ちょっと家帰りますね。で、クローゼットで。さあ、そこそこに可愛い服を着ましょう。そこそこね。とりあえずミニワンピ絶対なので、どうします？黒に行くか、ちょっとこういう色もありだよな。着れるんだ。いや、やめよ。これはダメダメダメ。これにして。よくない？なんかほら、春って感じ。ま、夏でもあるよね。夏でもあるみたいな。これかな？これだね。で、うわぁ、どうしよっかな。でも、黄色だからな。白ハートにしとく？白ハート、これに、
これにこんなもんですか。そうね、装備できるアイテムはこんなもんね。うん、あ、どうですか、でもちょっと爽やかじゃないですか。うん、でそうだ、カフェのね、あの店員さんをスカウトしに行くんだよね。あの店員さんいるかな。歩むね。あー、いたいた、よかった。僕に何か用ですか。そりゃそうだよね、前にも二人でこの店に来てくれましたよね。覚えててくれたんですね。うち吉永まゆむ、フルネーム吉永まなみって言います。でこの子は友達のゆうたちゃん。小川さんなのね。どうも。あ、学生だって。へえ。学生にしてちょっと気崩しすぎじゃないですか。だってバイトだよね。歩夢くんって言うと学校とアルバイトの両立大変そう。そうだね。でも学費を稼ぐためだから。え？自分で学費払ってるの？だからたくさん働かないといけないんだ。だったらモデルの仕事やらない？アルバイトでお金もたくさん稼げると思うよ。モデル？うちらね、ニコラって雑誌でモデルをやってるんだ。そこの編集部の人が男の子のモデルを探してるんだって。歩夢くんなら人気のモデルになれると思うんだ。せっかくだけど、モデルには興味ないんだ。そう、残念。でもよかったら今度ニコラを読んでみて。ニコラ学園ってこんなに男の子モデルが出てるから。おお。まあでも確かに彼は人気出ると思う。なんか優しそうな顔してるもんね。私のタイプではないですけどね。うん、ダメだったか。あんなにかっこいいのにもったいないな。でも本人が興味ないなら仕方ないよね。まあね、本人がやりたくないことやらせるのはね、ちょっと違いますからね。休みの日は何をして過ごしてるの。家でゴロゴロ。リアルですね。インドアなんだな。いい言い方だよな。ゴロゴロって言ってんのにね、インドアなんだって。俺は家にいるより外出かける方が好きなんだ。じゃあ私と合わないですね。うん、俺の場合美術館や写真の展示会に来る。あ、そういうのはいいね。うん、ニューヨークではそこら中にアーティストのスタジオがあって毎日のように見に行ってたんだ。俺が本格的にフォトグラファーを目指そうと思ったのもそこで見た写真や作品に感動したからなんだよ。俺もいつか人に感動を与える写真を撮ってみたいな。頑張れ。一言。頑張れ。なんか待って、ちょっと待って。こうやって見るとダサい。大丈夫？足長すぎてちょっと違和感があるのかな。なんか足とてつもないな。なんか、はい。あ、分かった。頭のハートがいらなかったと思う。これかな。とりあえずちょっと足長すぎて怖いので、ちょっと最大まででかくして、よいしょ、もうこれぐらいでもいいぐらいだもんね。こうして、背景をちょっとキラキラ系にしよう。キラキラ系。うん、ちょっとうるさいって。わ、これちょっと反転できないの。反転したかったな。はい、あのオーディションに送る写真に完璧なんてつけるの本当に良くないと思う。まず落ちるかもしれない今回ね。とりあえず申し込んどきますか。はい、応募する。落ちたら落ちた時ですよ。はい、でも今んとこなんだかんだ全部落ちてないもんね。ある意味奇跡かな。うん、あ、おめでとう。バックブランドのイメージがある。合格よ。あらあらあら、あら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 、女の子のキュートさを引き立てながらちょっぴり大人のかっこいいをプラスしたアイテムが新登場。可愛いだけじゃ物足りない。でも背伸びしすぎない。そんな遊び心がいっぱい。
そうなの？そうなの？っていう。いい感じだわ。本当ありがとう、どうも。いっぱいお金もらった。ああ。バックブランドのイメージガール、ご学校おめでとうございます。さすがですね。私もこのブランドのバッグ持ってるんですよ。女の人にすごい人気なんですよ。ゆうたちゃんがね、イメが。すごいな。イメージガールももう略すんだもんね。イメが。やるともっと人気が出ますね。まあそうかもしれない。あ、うん。あの、それもう応募しました。はい。さあさあさあ、仕事していきますよ。ニコラ学園がありますよ。じゃあまずちょっとガールズロックやりましょう。ガールズロックと言ったら私じゃない？ちょっと虚偽かもしれない。赤のトップスと黒のボトムスを組み合わせたロックコーデ。簡単ね。自信まま。簡単ね。黒のボトムス。はーい。もう超簡単って感じ。あ、いいじゃんいいじゃん。こういうのに。で、赤のトップスね。赤のトップス。え、待って、赤なんてなくない？あ、赤でした。え、でもさ、すごいシンプル女になっちゃうけど大丈夫？いいのかもね。たまにはシンプル女もいいですよね。なんかいつも攻めすぎ。うん。うわ、ちょっとこれはダメ。このリボンの付け方して許されるのはミニーちゃんだけよ。うん。そうね、足元大事よね。あ、やだやだ、ごめんなさい。私今何履いてました？これだよね。あ、いかついな。なんかいかつすぎない？ダメだよね。何事も適度ですよ。でも意外といい感じだと思う。どうですか？ですよね。これはなんかまあ自分でもいいなと思う。ただ一回こういうコーデやらなかったっていう、まあ違和感もありますけど、なんかやった気もするんだよな。ロックでしょ。でもなんかこの服装だったら足の長さを生かしたいよね。待って待って待って、今右手どうなってた？なんか折れてない？角度的に大丈夫？まあまあまあ、モデルはねちょっと腕折れるぐらい頑張ってポーズしないとね。どんなっていうね。ねえ待って、なんかさ、ロックの概念しょぼくない？そう思わない？なんかなんでロックでこうなるのみたいなね。だから背景が死んでる。まずね、背景だ。これでしょ。え、これ一回使った？あ、これにします。もう、ドクロドクロドクロ。ドクロ。タイトルはまあいいかな。最悪ね。ワード。ロック。ロックって入れとけばいいと思ってるから。ロック。どうでしょう、ロック。まあね、私のロックってこれなのよ。あれ、給料が1万円になってる。結構人気出ましたね、私ね。また会えたね、元気だった？この間はあまりちゃんと話したけど、こう残念だったね。そうだ、もしよかったら今度僕と。あー、これ結構アキちゃん邪魔者。あ、言い方悪いね。うち涼太くんに頼みたいことあるんだよね。何頼みたいことって？ゆかりちゃんから聞いたんだけど、涼太くんって勉強得意なんでしょ？得意ってほどじゃないけど勉強好きだよ。勉強が好きだなんて得意じゃ、得意じゃなきゃ言えないって。実は今度学校で苦手な数学のテストがあるんだ。勉強教えてくれない？いいけど、ちょっとお邪魔よ。一緒にどうかな？
私は別に勉強しなくても大丈夫ですけど、なんかいろいろやっぱあるわね、そのうち生まれるわよ男女のこういざこざね、絶対生まれる。じゃあニコラ学園やっちゃおう。よし、クリスマスイブは終わらない。りょうたくんに気持ちを伝えられないまま迎えたクリスマスイブ。待って、クリスマスってこう書くの？みんなで集まって遊ぼうってことになったんだけど、りょうたくんもう待ち合わせ場所に来てるかな。あ、でも遊ぶってことは制服ではないですね。どうしようかな。ちょっとウィンターとかないの？ないよね。あ、暖かいでどう？暖かい。暖かいって何？でも寒いより暖かい方がいいでしょ？ちょっとロックすぎるよね。クリスマスか。どうしよう。ちょっとぶりっこした服を着てもいいのかなって。主人公ですし。あ、これに、ピンク着てもいい。あ、白にします。で、あざとい女は中にカーディガンを着るのよ。どういう偏見っていうね。でって。でも寒いんでしょ？全身白はやばいよね。ちょっと黒、あ、ピンクとか入れて、あー、でもダサいな。で、下半身が、下半身これしかない。って感じ。いいですけど。うわ、どうする？タイツ履いた方がいいよな。寒いもんな。なんかめちゃくちゃ地味な女になってきてるけど大丈夫？別にあったかそうじゃないんだよな。別にあったかそうじゃないよね。これあったかってテーマで選んでるんだけどね。わあ。まあ、でも私女子がこれちょっとしてきたら嫌だな。嫌だなと思うものを着せるんじゃないよっていうね。着せます。なんか色微妙じゃない？何これ？なんでグレーないの？グレーが良かったんだけどね。まあ服なんでもいいんだね。おい、こっちこっち。あのね、なんか今日他の女の子が来れないみたいなんだけど、本当に男子も俺一人なんだけど、どういうこと？狙ってそういうことをしてるってこと？これじゃない？これで表情はなんかちょっととぼけよ。なんか悪い顔してる。まあでもいいでしょう。はい。まあいいか、今日は二人で楽しもうぜ。二人でって、これってもしかしてなくてもデート？ちょっと考えすぎよね。楽しい時間は過ぎるのもあっという間で、帰る時間になっても私は何も伝えられないでいた。展開早くない？帰る時間になってもでしょ？めっちゃ見るやんっていうね。まあいいでしょう。めっちゃ演技下手な女だよね。大丈夫？今日楽しかったな。どうしよう。もうすぐ駅に着いちゃうよ。このまま何も言えずにバイバイなんて。このポーズ取ったら結構異常な感じするけどね。はい。あのさ、あのはいいんでわかるよ。あのさーって何？必死な顔、必死な顔、必死な顔。これ必死な顔？告白は二人
ほとんど同時。りょうたくんもずっといつ言おうと考えてたみたい。駆け込みで付き合うことになった今年のクリスマス、きっと一生思い出に残るよね。で、2ヶ月後別れるんじゃない？ひどい。え、何これ、ちょっとなんかドラマとしてはちょっと弱くない？もうちょっと、なんかあってもいいんじゃないの？ねえ。細かなイベントあってもいいですよね、もうちょっとね。最高優たち、本当に大丈夫？はい。これ結構甘いのありがたいですよね。評価が甘め。うん。よし。すごいね、その服装。ゆうたちゃん、この間のハワイロケお疲れ様。何もなかったハワイロケね。なかなかいい仕事ぶりだったってみほこさん褒めてたよ。うちもゆうたちゃんと撮影はとても良かったと思う。ゆうたちゃんもね、素質があるんじゃないかな。先輩と所長負けてられないね。さくらちゃんには負けません、私。悪いですけど。強気。さあ、残り3本ですよ。どうしますか？とりあえず、ファッションページ。いや、表紙いこうかな。うん。イヤーマフを使ったカジュアルコーデ。え、イヤーマフってなんだっけ？イヤモニじゃなくて、なんでイヤモニなら出てくるんだろうね。え、イヤーマフってあれだよね。頭につける、これだよね。あー、これを使ったコーデ？ちょっと難しくないですか？もう先に色決めちゃいましょう。わーお、グレー、ヒョウ柄？いや、単色がいいな。単色水色でいきましょう。はい。単色水色だったら、アウターは、え、これ検索かけてるよね。そうね、どうしよっかな。本当にカジュアルなのがいいなと思ってて、なんかもう、全然地味なんだけどぐらいでいい。めっちゃ青好きやんっていうね。いや、これはダメだよね。青すぎるよね。どうしよう、どうしよう。あ、これはこれ。全部着れないんだけど。え？え？ちょっとやめます。うわ、これちょっと困っちゃったな。どうしようかな。あ、これかわいいね。これかわいい。これってなんか着れます？でもやっぱ冬感大事にしたいですよね。でもさっき着たな。ねえ。無難なんだもんね。結局無難なものに逃げちゃうよね、私ってね。まあいいんじゃないですか、でも。いっそね。いっそよ。足元はちょっとあったかめだから、なんかはみ出てますね、ズボンからね。何もつけれません。あ、これつけれるよ。わ、いいね。ちょっと星、星いいじゃん、星。星つけとこう。手袋する？手袋。なんで手袋こんなしかないの？ダメですね。手袋やめます。マフラーはどうですか？マフラーが首締まってるのしか見えないんだけど、大丈夫？何？何も着てねえよって言われた。そうだよね。それはちょっと今私も思った。やべ、何も着せてねえと思ったよ。本当に最高。ちょっと私の中ではこれ、なんだろう。あー、なんか、田舎娘って感じ。都会娘ではないわね。田舎娘よ。ちょっと田舎っぽいポーズない？そんなもんないよね。どうしよう。これでも結構いいと思う。
はい、私あるあるね。すぐ横見せちゃう。目線をすぐ横にやってしまうっていうね。え、待って、これがいい。何これ。面白い。まあそうね、表紙なんだよね。でも表紙で逆にアップっていうのもありじゃない？あるよね、そういう表紙もね。ありますから、もうこれでもいいよ、一層。わけわかんないけどね。こういうことよ、こういうこと。こういうこと、こういうこと。表紙ってもういじりようがないんよね。オーラでも出しとく？なんだろう。ちょっとニコラではなくなるよね、このオーラね。なんだろう、おじさまたちの買う雑誌コーナーにあるさ、なんか神社とかさ、あと、なんか宗教とか、なんかそういう、なんていうの、なんか仏教とか、そういうの置いてあるとこにありそうな雰囲気。はい。まあ、面白いんで、これでいきます。ということでですね、まあ、今回ちょっと最初にね、ちょっといろいろ手こずったので、まあ、一旦この辺で今回終わっとこうかなと思っております。うわうわじゃないよね。一応ニコラネットとか見ときますか。人気ランキング、さくらちゃんって2位なんだ、強いね。え、待って、もうゆうたちゃん4位だよ。めちゃ人気じゃない。まあ、リコちゃんもあとちょっとで瞬殺ですね。うん。んで？んでって。びっくりした。そろそろ髪型をって書いてあるからさ、ゆうたちゃんいつまでも同じ髪型じゃんっていうクレームかと思ったよ。怖っ。え、待って、なんかすごいのいた今。うちはーっていう。すごいのいた、すごいの。ほら。ゆうたちゃん大好き。ハートハートハート。ちょっと怖いですね。そんなもんですかね。うわ。うわ。よし。ということで、今回この辺で一旦終わろうかなと思います。次回残ってる仕事をね、ちゃちゃっと片付けて、またちょっとオーディション用の服を買わなきゃいけないのかなっていう感じですね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。